王国。はい、どうもこんにちは、なるみんこと椎名なるみです。というわけで皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。一応ね、元旦に動画出したんですけど、年が明ける前に撮ってた動画を編集して出したので、こちらの動画は年が明けてから初撮影の動画になります。なんか正月っぽい動画を撮りたいなと思って、今回はじゃん、映ってないけど福袋5万円分開封していきたいと思います。私、人生で福袋っていうものを買ったことがないんですよ。1月1日の朝に、なんか福袋の動画撮りたくないと思って、一人でラフォーレ原宿行って買い物してきました。めちゃくちゃ重かったです。はい。じゃあまず、紹介していきたいと思います。1店舗目、ジェイミー ANK さん。こちらは1万5000円かな。税込みで1万6500円。ここは普段から結構よくお洋服を買うお店で、今日着てるこのワンピースもここで買ったやつです。できまして、こちら。この福袋がね、一番重かった。17kg。韓国のお店でおなじみの 17kg さんなんですけども、1万円の福袋かな。税込みで1万1000円でした。続きまして、こちら。リルリリーさんの福袋でーす。最近インスタグラムにリルリリーさんのスカート載せたんですけど、こちらも1万円の福袋で税込みで1万1000円で、サイズがまあ S、M、L あったんですけど、一応私は S サイズを選びました。続いて、ラスト、こちらです。じゃーん。アンクルージュさん。人生で一度も買ったことがないので、福袋で初アンクルージュ。ピンクとか花柄とかだったら無理だけど、意外となんか黒系だったら着れるなと思って、袋の色は関係ないって店員さんに言われたんですけど、一応私ピンクと黒の2種類があったんですけど、黒の袋の方をチョイスしました。はい、以上4店舗で合計5万5000円分の福袋を購入してきたので、今から中身を開けて、一番最後に全部コーディネートを着てみたいと思います。ちょっとアンクルージュ処女なので、アンクルージュは一番最後にするとして、エイミー ANK さんの福袋から開けていきたいと思います。早速商品紹介していきたいと思います。まずは1点目、じゃん。お、あ、パーカー。すごい、でもめちゃくちゃシンプルなパーカーです。ワンピースくらいまでありそうな感じの丈感の、手がめちゃくちゃ隠れるくらいダボダボな結構パーカーですね。で、袖が韓国っぽいね、英字が書かれているような感じです。めちゃくちゃシンプル。意外、なんかすごい意外なくらいシンプル。続いて2点目。じゃーん。白黒の、これアウター？生地は、わかるかな？枕みたいな。枕、シーツみたいな。子供の頃に、使ってたシーツみたいな。これも結構丈感がすごい長いので、ワンピース丈ですね。でもちょっとなんかデザインはスポーティーっぽい感じ。続いて3点目。ん？これは何？何これは？何ですか？ちょっと待って、使い方がわからない。なんか謎のベルトセットみたいな出てきたんだけど。何これ、どうやって使うの？いろんなサイズのなんかベルトセットなんだけど、多分ハーネス的な感じだよね。続きまして4点目はこちらになります。お、すごいなんかザ・ジェイミー ANK 感満載のこのね、総柄のワンピースシャツ。あぶねー、これ本当に普通にリアルにこのワンピース買おうと思ってて、よかったー、買わなくて。被ってたところだ。可愛い普通に。まあこの生地は結構こんな感じで、まあツルツルのワイシャツで、結構しっかりした厚さがあります。いちごとくまさんの柄。5点目はこちら、じゃん。こちらもアウター？めちゃくちゃこう生地がすごい厚くて、中はモコモコとかじゃないんですけど、厚みがめちゃくちゃあるから絶対あったかいやつだ。こんな感じで、さっきのパーカーみたいな感じで、チャックの部分に英字のロゴがついてて、あとは結構でも全体的に真っ黒なんで、すごいシンプルな感じのデザインになってます。サイズ感は結構大きめかもしれません。はい、そんな感じで以上5点、ジェイミー ANK さんの福袋の開封でした。全部のブランドさん紹介してから最後にまとめて着替えたいと思います。それでは続いて、もうめちゃくちゃ中身がもうパンパンの 17kg さんを開封していきたいと思います。お、さっきが黒一色だったからちょっと嬉しい。まずじゃあ目についたので紹介します。1点目、何これ、クマさんみたいな生地の、これは何て言うんですか、カーディガンというか、かわいい。でもまあ私ベージュとかマジで自分で絶対買わないんですよ。だからなんか逆にでもすごい新鮮かも。生地はもうほんと見てもらえばわかる通り、小さい子供に着せるなんか服っていう感じの手触り。それでは2点目開封していきたいと思います。じゃん。何これ、待って、かわいい、オフショルダー。この
な感じでね、肩紐がこういう感じで赤いベルトで黒いデニムだね。あんまり露出したくない人とかはこんな感じで中にタートルネック、レースのタートルネックとか着たらめちゃくちゃ可愛いかなって思う。え、めっちゃ可愛い。これ普通に可愛い。それでは続いて3点目、こちら。これは普通にトップスですね。生地はまあそこまで厚くない、普通に薄い感じ、割と一年中着れる感じの生地。チャックがついてて若干首がついてる、こんな感じのロゴのトップスになってます。続いて4点目、これはなんだ、ん、あ、スカートだ。台形スカートっていうの、長めのロング丈の台形スカートですね。こんなね形のロングスカート自分じゃ絶対履かない。でもすごいなんか大人なお姉さんっていう感じのシルエットですね。続いて5点目、じゃーん、シャツかな。なんかでも冬っぽくないよね。なんかどちらかというとなんか夏っぽい感じの、こう後ろがバイカラーっていうの、切り替えのデザインになってます。続いて6点目、じゃーん、 V 字ネックのセーターですね。これはめちゃくちゃ多分使い勝手がいい。もうシンプルだから何にでも合わせられるし。7点目開封していきます。じゃん、これ何色っていうの、なんかタートルネックのセーターですね。え、こういう色ってさ何と合わせたらいいの。もうデニムしか思い浮かばないんだけど、髪色がねこんな奇抜じゃなかったら多分似合ったと思うんですけど、ちょっと私には似合う自信がないんですけども、まあこの後こうで組んでみたいと思います。はい、ラスト1点ですね、こちら。これもセーターだね。丸首のセーターでデザインはこんな感じになってます。これもちょっと難しいな、私的にはあんまり似合う自信がないんですけど、なんかさいろんな色が入ってるからさ何色を合わせたらいいかなんか難しいよね。だからほんと結局無難なのはもうデニム、デニムしか勝たんっていう感じ。 17kg さんの福袋は以上になります。それでは続いて3点目、こちら、リルリリーさんです。あ、すごいカラフル、多分黒一色も入ってないこれ。それでは早速ね開封していきたいと思います。まずこちら、何これ、どうなってんの。あ、ここからかぶって着るやつだ。生地はなんかこんな感じで、何、なんか毛糸みたいなやつがなんかくっついてます。すごいこれ洗濯大変そう。すごい個性的、でも絶対自分じゃ買わないから逆に福袋の中に入っててよかったっていう感じします。続きまして2点目、こちら、お帽子ですね。え、これってさ麦わら帽子だよね。え、福袋って季節感関係ないの。この帽子かぶってあのすくみずみたいな水着着てナイトプールで写真撮るインスタグラマーって感じ。はい、それでは続いて、じゃん、アクセの1、2、3点セット。服だけじゃなくてでもいろんなアイテムが入ってるのすごい。え、なんて書いてあるのか読めないんだけど。チョーカーですね。2個目がイヤリングでーす。すごいなんかさパリッ、パリッ、これはもうナイトプールパシャパシャだね。アクセサリーラスト、これもチョーカーかな。ハートもすごい柔らかい素材のチョーカーですね。あ、でもすごい可愛い。そんな感じでアクセサリー3点セットでした。もう何点目か分かんなくなっちゃった。カバン？カバン？でもなんか中にチェーンがあるから多分ショルダーにもできるよみたいなタイプのシースルーのカバンですね。プールとかに持ってきたいよね。それではいよいよラスト、じゃーん、デニムのスカート。生地がなんかすごい、伝わるかな、なんかベルトみたいな感じで柔らかい素材になってます。色が明るくて可愛い。濃いデニムよりこういう明るい薄水色みたいなデニムの方が好きなのでこれは普通に使えそう。1点目のトップスにこれ合わせても全然可愛いよね。これ一番使える気がする。さあそれではラスト、大本命アンクルージュパイセンです。それでは開封していきたいと思います。じゃーん、はい、こちら1点目、え、かー、ちょっとロリータチックというかシスターチックなワンピースだね。これ生地はちょっと薄め、でもすごい見てわかるかな、黒だから分かりづらいよね。ウエストの部分がこんな感じでこうキュッて絞ってあって、これすごいスタイルがよく見えるタイプのデザインですね。え、これ普通に可愛いんだけど、なんか私薄ピンクのブリブリ系とかだったら絶対着れないなって思ったんだけど、え、全然可愛いんだけど、マジか。続きましてこちら、え、制服、都内の女子高生を彷彿とさせるようなプリーツスカート。え、本当になんか制服って感じの、これあれですね、ウエストはこんな感じで
ゴムタイプですね。すごい楽ちん。続きまして、じゃーん！ザ！お嬢様みたいな、もうピアノ習ってますみたいな感じの白のフリフリのレースのシャツなんですけど、襟にこういう細かいレースがついてて、袖はこんな感じでシンプルな、ほんとそれこそこういうワンピースとか合わせたら意外と着れるかもしれない。続きましてこちら、え、スカートだ、かわいい、かわいいかわいい。これこんな感じでね、わかるかな、中の丈自体はそんなにミニではない、このなんていうの、コルセット風な感じのデザインになってて、で後ろはこうこんな感じでちょっとゴムの素材になってるから楽ちんに履けるし、すごいかわいい。どんどん開封していきたいと思います。じゃん、トップスだ、え、かわいい。光に当たるとこうわかるんだけど、こんな感じでこう全体的に黒のレースのこういうトップスになってるんですけど、首の部分にこんな感じでね、リボンがついて、多分リボン結びにして着ると思うんですけど、これ後ろがね、こういう感じのね、デザインになってるんですけど、すごいかわいい。かわいい。え、アンクルージュ、良きだね。食わず嫌いしてた、今まで。ラスト1点、こちらです。じゃん！なんかライダース風のデザインなんだけども、生地は全然ライダースのテカテカツヤツヤな感じじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、ほんとそれこそなんかフェルトみたいな。これはちょっと黒だけど可愛すぎませんか。フリルがついてます、襟に。すごい生地がしっかりしてるから、多分冬着たら絶対あったかいと思います。はい、そんな感じで全ての開封が終わりました。それではね、今からちょっと実際に着替えて着てみたいと思います。じゃーん、はい、アンクルージュさんの1着目のコーデがこんな感じでーす。ちょっとコーデに合わせてね、髪の毛もこんな感じで歌舞伎町の女。続いて2着目、こんな感じでーす。首元にリボンがついてて、黒に黒のスカートだとちょっと黒黒すぎるかなと思ったので、組み合わせが難しそうだなって思ったこのね、プリーツスカートを、組んでみました。はい。というわけで、着替えてきました。こんな感じでーす。ヴィーナス脱ぐとこんな感じですね。はい、続いてのコーデがこんな感じで、上まで締めて着るのが正解なのか、それともちょっとこういう感じで開けて着るのが正解なのかはちょっとわかんないんですけど、普通にシンプルなデザインなのでめちゃくちゃ着回しが効きますね、これ。はい、続いてのコーデこんな感じでーす。まあ生地は結構割と薄めなので、どちらかというと春夏用なのかなって感じもするんですけど、すごい後ろのデザインめちゃくちゃ可愛いです。かき上げ前髪っていう感じのコーデだよね、これは。うん。はい、というわけで、2コーデ目でーす。じゃーん。なんかすごい、この色めちゃくちゃ着るの難しいなって思ったんですけど、なんかこのベージュと合わせたらなんかすごいいい感じ。はい、続いてのコーデがこんな感じでーす。このセーター合わせるの難しそうだなって思ったんですけど、こうやって着てみるとなんか意外と普通な感じ。はい、続いてのコーデこんな感じでーす。この V ネックのニットの、セーター、後ろもホワイト系なんであんまり色合いが分かりづらいかもしれないんですけど、真っ白ではないです。スカートをちょっと紹介したかったので、単体でちょっとスカートだけ単体で言います。丈感的にはもう全膝下くらいですね。膝下台形スカートっていう感じ。ネクスト。はい、続いてのコーディネートがこんな感じでーす。ちょっとね、もうアクセサリーはもう付け替えるのがめんどくさいので、もうコーデとか関係なくもう一気につけました。まあ、色普通に可愛いよね、紫とオレンジでこうネオンって感じ。撮影だから2個つけてるけど、普通にこれ2個付けしても可愛いよね、色味的に。まあちょっとここだけ耳だけちょっと色味違うけど、で帽子かぶるとこんな感じになります。いや、リゾート、こういう帽子をかぶったことないからわかんないんだけどさ、どういう向きが正解、横にリボンくるのが正解なのか。はい、というわけで1コーデ目はこんな感じでーす。で中にね、この薄いデニムのスカート合わせてます。これはでもね、難しいよね、コーデ。ボトムスを何合わせたらいいのかがすごいむずいですね。はい、続いてのコーデはこんな感じでね、総柄の、シャツワンピースを着てみました。これ1枚で結構コーディネートが完成するんじゃないかなと思います。結構ビッグサイズですね。生地がすごいしっかりしてるので、めちゃくちゃあったかいアウターだと思います。こちらもね、同じ感じで結構丈感が長くてロング丈に
なってまーす。イラストのコーデはこんな感じで、ダボダボのパーカーでーす。一番最初に紹介したやつですね。袖の部分に英字のね、ロゴが入ってて、あとはもう普通に黒のパーカーなんで。生地は結構薄めなんで、割と一年中着れる感じかなと思います。はい、というわけで今回はラフォーレ原宿の福袋開封動画でした。いかがだったでしょうか？初めて福袋買ったんですけど、普段の自分だったら絶対買わないような、いろんなね、ジャンルに挑戦できるのはすごい楽しいなと思いました。皆さんのお気に入りのコーデがあったらぜひコメント欄で教えてください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。